しよう。10×5。ナオトさん、レインボースター10個、20個ありがとうございます。30個、40個、60個。あら、おはようございます。10個、ありがとうございます。昨日に引き続き朝からありがとう、来てくれて皆さん。朝起きれました？ちゃんと起きれてるから来てくれてるんだけど、なんていうの、目覚め、なんだろう、パッて起きれましたか？私は今日はね、パッて起きれなかったです。ちなみに5分ぐらい目は開いてたけど、5分ぐらいスマホいじってました、寝っ転がりながら。6時12分で飛び起きた、すごい。昨日の方がパッと起きると、同じだね。ナオトさん、レインボースタースタータワーありがとうございます。ありがとうございますでもね、違う、ちゃんと違う T シャツだよ、ほら見て、可愛くない？ミフィーちゃんです。ちょっと違うあれなんだけど、まさか、あら、可愛いな、ありがとう。今日あんま行けない、ごめんね、だって気にしないで。来れる時がもしあったら来てください。私ってさ、なんかずっとむくんでるのかさ、あの、むくんでるってさ、むくんでる今私わかんないんだよね。朝がむくむとか、よく朝ってむくみやすいってよく言うけどさ、私わかんないんだよね。なんかむくんだなって思うときは、あの、一日中お休みの日に寝すぎたとき。ドラゴン Z、 クマタワーありがとうございます。クマタワー、おはようございます。ぜひ50カウントだけでもしてくださったら、くださったら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう、みんな本当に朝から嬉しい、嬉しい。そこら可愛い、ありがとうだって。この配信終わったらメイクしようと。
毎日メイクしてて偉い。なんかさ、メイクした方がいいかなっていう。でも昨日の2枠目が一番漏れてなかった気がする。1枠目のすっぴんよりナチュラルメイクが一番似合わないことが判明したね、昨日は。やっほー。てか今日さあ、配信の内容決めてから寝ようと思ったけど忘れちゃって寝ちゃった。でも2枠目は20分だから言うて何もできないよね。空腹と戦ってるな。だって朝ごはん食べてないの？12時。私さ、おでこにねニキビあるんだけどさ、見えるからさ、こう見えるじゃん。全然見えるけど、見えてるんだけど、まあ意識したら見えるんだけど、多分そう。これ何日も消えないんだけど、まあ、メイクしてるからっていうのもあるかもだけど。悲しい。やっほー。朝から暑いですね、本当に朝から。ふちこさん、タコ10個、タコ20個ありがとう、30個ありがとうございます。タコ、タコ、タコの口わかんないよ。何その名前。塗り薬、何薬、普通の薬、何どれ、何私多分知らないことばっかりなんだろうなって思うんだよね。夜も朝も変わらないしなった。おー、褒め言葉だ。でもまあなんか夜はメイクしているんだけどね、一応朝の一枠目だけすっぴんでやってます、一応ね。次が私のメイクしてるかしてないかの判断は、あの皆さん、まつげでしてもらったら分かるかと思いますね。今まつげが上がってないですけど、上がってたらあ、メイクしてんだなって思ってください。多分分かりづらいからね、ショールームだとなおさら分かりづらくなっちゃう。昨日のラストの配信に直してこれなかったので応援作です。ありがとうございます。ありがとう。お詫びなんて。大丈夫ですよ。でもめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。で、今日のスケジュールちゃんとこっちのスマホに保存するの忘れてた。あと5分であれですね、星集めの時間になりますね。まあ5分、あと5分、約5分ですね、まあ、星集めのタイミングは、まあ多少はねみんなずれちゃうかもしれないので、1、2分ずれるかもだけど星セナタン、朝セナタン、1日頑張れる。ありがとう。今日も一日頑張ろう。昨日夜配信行けなかったけど
行けなかったけど友達が代わりに星投げてくれてて感動だったって。すごいいいお友達、素敵なお友達を持ってメイクしてるのが可愛いよね、今も可愛いけど、ありがとう、嬉しい。メイクしない、メイクして、やっぱりさメイクって時間かかるからさ、それやって変わらない、まあなんかね、あんまりめっちゃ変わるわけではないって自分でも分かってるけど、でもメイクしてる方が可愛い、可愛くなりたいから、顔もっとなんていうの、可愛くなりたいからメイクするじゃないですか。だからどっちかといえばメイクしてる方が可愛いって言った方が嬉しいですね。すっぴん可愛いもめっちゃ嬉しいけど、そう今みたいにすっぴん可愛いけどメイクしてる方が可愛いが一番嬉しい。そうね、メイクってね肌に悪いのよね。そうなのよ、だから肌に最小限の負担でメイクをできたらいいな、この期間どうやってやるか分かんないけど、でもなんか夜も肌加工というものがつくので、あのファンデーションとかしても結局あまり変わらないなっていうのも思いました。だからあのね、眉毛描いて目の上に色つけたら、色つけてまつ毛上げたらメイクしてるみたいに見える。やっほー、カウント表示されてた今、わかんない、なんか違うあれ打っちゃったじゃん。コメント欄には表示されてないですよ。うん、2週間と管理ありがとう。コウタさん、クマタワーありがとう。時間ずれちゃったから今から星返し、いってらっしゃい、いってらっしゃい、はいチーズ。ありがとう、ありがとうございます、皆さん本当に。すまんだって、全然ありがとう、作ってくれて。朝にお寿司食べたらお腹痛くなんか、私は平気そう。なんか私お刺身とかはなんか崩さないから。でも今日なんか朝軽めでいいなと思って、いつもはお米を食べるんですよ。でも今日はお米じゃなくてなんかヨーグルト食べ、軽めでいいや、ヨーグルト食べようと思って食べたらなんか逆になんか胃が、なんか胃がおかしくなったご飯、お米の方がなんかなんだろう、胃に負担が少ないのは違うかもだけど、私のお腹にはあのヨーグルトは合わなかったヨーグルトだけ食べたんですよ、ヨーグルトとパンとかじゃなくて。本当に朝苦手すぎるのに2日連続起きれてるの、奇跡すぎてる、ありがとう、起きてくれて。いつもと違ってびっくりしたのかな、ね、多分そうかもしれない。だからさ半分しか食べてない、半分食べたから半分か。アバター当たった、だっておめでた。あ、15分経過したので星3周、捨て星した方は星3周目、いってらっしゃい。
ってらっしゃい。朝起きるって起きてるの珍しすぎてママがセナタに感謝してた。やったやった、解除された。うん、嬉しい。皆さんぜひ星集めできた皆さん50カウントカウントカウント、ぜひついでにしてくれたら嬉しいです。やっほー、25日の子当たったら行くね。だって待ってる、お友達にも待ってる。まぶたが痒かった今。まぶたが痒いって何？私さ、メイクしないでまつげだけ上げたらどうなるんだろう。変なのかな。公演ある日の配信スケジュール絶対難しい。てかねえ、うん、難しいと思う。だし帰ってから何分できるかとかよく分かんないし、まあでも5分でもやった方がいいんだよね。カウントワークとかってさ、あれでしょ、最低何分やらなきゃいけないとか決まってないんでしょ。だったらなんか短くてもね、やった方がいいよね。まあでもなんか怖いから夜残しといてできなくなっちゃったとかだったら、だから多分午前中にギュッて詰め込む可能性はあるかもしれない。だけどね、その日ね、久しぶりのポジションなんです。だからね、ちょっと私いつもはその公演の日の午前中に確認するんだけど、だから前日前々日からその作業を始めて効率よくいけたらいいなと思います。おはようございます。ここからで少々カウントします。ありがとうございます。無音でありがとうございます。やっほー。いつもと、うん、いつもとポジが違うけど、一番あの、あ、なんていうの、いつもとポジが違うけど、まあそっちが私が最初にやったところだから紛らわしくなってるけど、今ポジションね。おはようございます。3週50カウント完了しました。ありがとうございます。ありがとう。ねえ、暑い暑い暑いよ。エアコンつけたい。今起きた。おはよう。おはようございます。
そう、まあ25日のポジションはそうです、あのみんながよくやってるポジションを組んでいけば私がどこに行くか分かる。まあでもまだ2ポジしかやってないからさ、予想は全然しやすいね。そう、ずっとあやみんさんだったから。でもね、なんで急に私そっちなんだろうってそう思ったけど、嬉しい。久しぶりにずっとやりたいなと思ってたからめっちゃ嬉しかったけど、私がそこのポジションできるの覚えてくれてたんだまだって思ったの。嬉しかった。困り前好きだって。困り前はしようとしてないから、困り前好きって言われたら嬉しくないですね。困り前したくないんだもんだって。初日見忘れないじゃん。うん、なんかポジションなんだろう、この日のポジションはこちらですってやってる、送ってくれる資料があるんだけど、そのところになんか初日のメンバーの名前とその日の公演のメンバーの名前とポジションが書いてあるから、さすがに忘れないか。そう、そうやっていつからかそうやって送られてくるようになりました。まあでも多分人によるんだと思いますけどね、送ってくれるマネージャーさんによりけり、担当してくれてるなっていう公演ごとに。村山方の時はなかったですね。それは普通に文章でここがこの人、ここがこの人だけだったけど、今日なんか資料で送られてきます。あ、両方ね、資料でもだし画像でも何でも見やすいように、全部見やすいように送ってくれて、統一してくれた方がメンバーがもう送りやすいんだよねって。私は何でも分かる。私は何でもそう分かればいい。全部確認しちゃうから、自分の名前あるかなじゃなくて、あ、今日ここの日はここのポジションがこの人ねって言って全部確認するから何でもいい。最終管理はありがとう。さっき20分ぐらいでさ参集できたとか言ってる人いたけど、すごくない？何？なんで？めっちゃ早い。魔法だって。私魔法おはようございます。一星早かった。あ、なるほどね。失敗して2周しかできなかった。全然ありがとう、2周してくれて。おはようございます。おはようございます。
親指で押すのと人差し指だとどっちが早いかな。人によるよそれは。さすがに私は多分人差し指のが早いです。でもそう、でも片手だと親指で星連打した方がいいね。まあでも疲れたら違う指で指変えたらいいと思います。そうそう、疲れて指変えてるって、そうしたらいいと思います。完了しました。今日も一日頑張ろうね。来れるタイミングできます。ありがとう。来れる時にみんな来てね。たまにタップミスって10連投げ途切れんのイラッとする。めっちゃわかる、めっちゃわかる。バイト中にこっそり欲しい一周ありがとう。仕事行ってらっしゃい。薬指派ですって特殊な人いた。2周目って星何個集めると、2周あ星3周の時の2周目は90が正解です。そう、星3周の枠だと、そう2周目は90が正解ですね。で3周目は100なので10投げて90投げるとか50投げて50とか、まあ何でも20投げて80とか99までやらないようにするのがポイント。2周枠の時はもう同じだね。2周目100集まるから。スコスコツールって何？何それ初めて聞いた。おはようございます。そう、90が正解なの。星3周する時の2周目は90が正解なんですよ。そうなんです。自動でカウントだって。やば、そんなのあるんだ。ちょっとランキング見ます。13位はカーナナソルテさん、12位翔ちゃん、11位シンさん、13位ヒロさん、12位アカハナのソルチさん、11位ショウちゃん、10位シンさん、9位ミッチーさん、8位セイさん、7位ニーさん、7位高政さん、6位ドラゴンポンさん、5位オノピーさん、4位フチコさん、3位ドラゴン Z、 2位ナオトさん、1位コウタさんです。ありがとうございます。やばい、早めに終わるって言ったのにね、間違えちゃった。カウント枠5分でいいならさ、全部の枠ちょっと早めに終わりにしようかなと思いましたとさ。ではありがとうございました。また後で、ま、あ、9時10分次の配信は9時10分からです。で星集めが8時15分からなので、8時15分ぐらいにみんな星制限解除、星制限されたらすぐに星集めをしてくれたら2周成功すると思います。お願いします。また後でね。